どうも皆さんこんばんは。ウィークリスクシャーの時間です。この動画は2019年は週1曲、月3曲、年36曲を作ると決めた杉田さんが毎週水曜22時から完成した曲公開したり近況報告するという企画です。お忙しい方 BGM に、お暇な方も BGM 代わりにご視聴いただけると幸いです。よろしくお願いします。もうね、毎日がもう毎日がスペシャルですね、本当に。もう毎日ね、なんか曲作ってるんですけど、なんかやんなきゃいけないことやっぱ多くて、マジな話、週1月3年36曲できんのかどうか、ちょっと大丈夫か心配かってなってきてますね。まあやりますけど、できるうち。スキショ、先週の私なんですけれども、まあ今週ですか、今週の私ですかね、あの風邪をひいておりました。あの季節の変わり目というやつはやはりですね、急に寒くなったり急に暑くなったりすることもあり、あの薄着になったり厚着になったりしたりしてね、あの体調崩しやすいじゃないですか。で見事にね、春かなと思ってちょっと薄着で出歩いたら寒くてみたいな。でおそらくそれで風邪ひいたかと。鼻に来るやつで、ちょっとしばらく歌取りとかができなかったという言い訳ですね。はい、スキーショー。で春がやってきたっぽいですね。もうそろそろ春っぽくなってきて、なんか雨とか降り始めましたね。冬ってなんか雨降らないじゃないですか。で雨降ってきて、なんか最近そろそろ梅とかも咲き始めるんですかね。スキーショー。なんか花見って桜のイメージありますけど、梅を見に行く人とかっていうのもいるんですよね、世の中にね。多分うちの母親がなんか、じゃあそろそろ梅とか見に行くのかしら、東京はとか言ってて。でもなんか僕、その風情がちょっと、風情をその共有する人がいなすぎて、梅を見に行くっていうアクティビティをしたことがないんですよね。スキーショー。で、まあ、とにかく忙しい毎日をですね、過ごしているわけなんですけれども、昨日ちょっと、一つレコーディングをちょっと自分の作品でしたりとかしてて、それも割といい作品に仕上がりそうだし、うん。とか、あとなんか今日ちょうど公開されたみたいなんですけど、また朝霧女とコラボレーションしたのが公開されました。なんかあんまりこう表立って僕がやったとは書いてないんですけど、ワコールさんってあの会社があるじゃないですか。僕あの会社にさん付けするのってマジでどういう心境なんだろうって最近というか結構思ってたんですけど、会社って対象というかその概念としては法人っていうものになるので、法人格だから、さんとか様とかつけるのが普通らしいんですよね。例えば、郵送とかそういう時って、恩中って使うじゃないですか。けど、例えばこうやって普通の会話をする時って、さんとかつけるのって結構普通らしく、普通というか、なんかおかしくないらしくて、確かに法人と言われるとそうだなっていう、納得をしたっていうのが今日最もフレッシュな話題です。はい。で、だからそのワコールさんと、まあ、朝霧女のコラボのなんか曲に、曲を僕がアレンジしたやつが今日公開されましたね。なんか、ノン PK っていう、あの、PK っていうのがなんか女子高生の用語、女子高生っていうかその若者が使う用語というか、こう、ミームというか、なんか、彼女たち独特のあの、漫字とかああいう系のね、こう、用語らしくて、PK っていうのは何かというとパンツ食い込むって意味らしいんですよ。でだからその中高生たちは意外とというか案外というか、まあ、常日頃から割とこいつらパンツ食い込まないのかなと思ってたんですけど、僕はやっぱり食い込んでるらしいんですよね。まあ、女性多分みんなそのパンツ食い込んでるんじゃないかと思ってたんですけど、実はね、まあ、いきなり何言ってんだこいつって思うかもしれないですけど、ちょ日頃から思ってて、でやっぱりパンツ食い込んでたっていう。でそれをなんか中高生は意外と悩んでいたと。スキーショー。でそのノン PK ってシリーズの中のなんかプリリってパンツが出たと。で、それはなんか食い込まないやつだよって。で、そのなんかプリリってパンツのなんか PR というか、もう兼ねた銀女のオリジナルソングをこう PV にして出すと。MV にして出すと。スキーショー。そんな感じで公開されたあの銀女のやつ。あの銀女のやつちょっとせっかくだから今聞いちゃおっかな。せっかくだからね。そこそこ頑張ったからね。今あるかな。ちょっと音量がわかんないけど、多分大丈夫だと思う。
っていう感じのやつがね、無事に公開されてよかったなと。で、まあ、こっからもなんか、いろいろ、まだ、ギリノともコラボするし、他の依頼とかで、やんなきゃいけないこともたくさんあって、いやー、大変やね。うん。まあ、曲作るのって大変だよね。普通に。最近、すごい思います。時間がない中で、クオリティの高いものを作るのって、やっぱすごい難しくて、それなりの、こう、戦い方をしなきゃいけないだし、あと時間がないから、なんか新しいものを学習する暇もなくなっていくわけじゃないですか。なんかやっぱ大人になるとね、新しいものを学習する時間を取るのって大変なんだなっていうのを最近思います。スキショということでね、今回もね、新曲できたんで、もう本当そうだから、6曲入りの EP を出しますっていう風に先日結構前に行ったんですけど、それもちょっと遅れちゃってて申し訳ないですが、ようやく出来上がったので、この6曲目を今日公開して発表して、であとはまあ2月の MV、 MV 2月号の MV のための制作費をこう基金で集めた時があったと思うんですけど、あれももうほんとちゃんとアナウンスできてなくて全然ダメだなと思いながらやってるんですけど、もう全然ね、追いついてないんですよね、活動に。やらなきゃいけないことに、自分が。スキショ。ということで、聞いてみたいと思うんですよ。その6曲、ビサイドやベッドサイドと EP の、最後の曲ですね、は、自転車という曲名に決まりまして。自転車やで。ジュディ&マリーを思い出しますね、自転車。まあ、そんななんか、こう、すごいノリノリっていう感じの曲じゃないですけど、まあ以前にね、未完成の時に聞かせたことがあって、聞いたことのある人はいるかもしれないですけど、まあとりあえず聞いてみてください。自転車です。はい。いつもの八百屋の前を立ちこぎで通り過ぎていく、高段住宅の団地沿いの道を、小学生の草野球、横目にチャリのペダル漕ぐ、湯気の支度と始まる気配を背に、この急勾配を越えた先に見渡す限りが赤く染まる夕暮れ時の帰り道、僕のお気に入りの景色、駆け上がった坂道の上から見える、広めの田舎道を自転車で滑る、踏切越えたあたりでスキーショっていう、こうすごくこう、まあね、オシャンティーですよね。オシャンティー、うん、ボッサ風味のオシャンティーな曲を作りましたね、今回はね。なんか自転車感のある感じですね。僕はあれなんですよ、その実家が長野なんですけど、長野にいた頃って基本移動が自転車だったんですよね。で、なんか、まあ、中学の通学とか、あと高校もそうだったんですけど、ずっとチャリでいろんなとこ行ってた人間なんで、なんかその頃の空気感がうまいことなんか曲にできたらなと思って、で基本的にブラックミュージックっぽいものをすごい作ってて、でその合間になんか今回って結構そのブラックミュージック疲れみたいなのがテーマだったりとかするので、なんか家でゆったりこうコーヒーとか飲みながらねとか、まあ帰ってきてこうゆったりこうウイスキーとかね、なんかちょっといいウイスキーをこうロックでね飲むみたいな、そういう時に聴いてほしいなと思って作った曲たちなので、なんかその感じがうまく出たかなと思っています。こういう、まあ、いわゆるブラックミュージックって縦乗りと言われるもので、なんですけど、サンバとか、ボッサとか、ああいうものって横乗りと言われているもので、まあ、だからその横乗りの音楽っていうのは結構多分初めて作ったなと思うんですけど、まあなんかいい感じに曲になったなと、ちょっとなんかミックスがまだ全然ダメだなと思いながら聴いてたんですけど。スキショ。今後は
まあ今月あと3曲なんとかし作りたいなと思ってるんですけど、相当きついなとも思うんですよね。相当きついよな。だって今日3月7日でしょ、昨日が6日だとして13、20、27に公開していく。そんなバカな話ある？だってそんな鬼スケジュールあるか。16日俺名古屋ぞ。だって来週末金土日の名古屋ぞ。曲作れるか。そんな、まあなんとかするしかないかな。まあ頑張るんですけど。スケジュール、今後はですね、また尖った曲に戻っていきます。ドンバンドドンドンバンみたいな、そういう曲をなんかめっちゃ作っていこうと思うので、ライブでもなんか盛り上がりそうな曲作れたらなと。3月4月はちょっとそこで攻めていこうかなと思ってますけどね。スケジュール、そしたらもう質問だけ答えてもうパパッとね行きたいと思いますね。なんか未だに質問してくるやつがいるんだよな、ほんと。スケジュール、実は憧れてる人っていますか？なんか楽器がめちゃめちゃ上手い人たちに大体憧れますね。まあ今まで言ったらやっぱジェイコブ・コリアとかすごいっすよね。とか、あと11歳とか12歳とかでめちゃくちゃ楽器上手いキーボーディストとかベーシストとかすげえいっぱいいるんですけど、そういうやつら見てると、うわーすげえなーって、羨ましいなーって、俺も弾けるようになりてーとかっていうのはすごい思いますね。はい、スケジュール、はい、マンジですか？マンジですかと質問なんですけど、まあ、常にマンジですね。そういう意味ではそこにあるのはこう言葉ではなく感情だという話で、なんかめちゃくちゃ酔っ払ってる時で音楽とか聞くと意味もなく泣いたりとかするんですけど、まあ、意味もなくというか、なんかいい曲だなと思って泣いたりとかするんですけど、もうそれってなんか僕の中でマンジと一緒なんですよね。そこにあるのは言葉ではなく感情だけっていう、まあ、いわゆるエモいというエモーションだという状況って結構よく起きるんで、そういう意味では常にマンジですよ僕は。はい、そして最後の質問です。スマホ何持ってます？僕はスマホ持ってないです。ガラケーと iPad しか持ってないんで、スマホは持ってません。はい、まあ、ガジェットという意味では iPad がそれに当たるのかもしれないですね。スキショ、はい、では今回のウィークリースキショは以上です。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。厳しい寒さが続くので暖かくしてお過ごしください。それでは皆さん、おやすみなさい。